皆さんこんにちは。今回は何を解説するんだ。今回は北朝鮮のクソデカ自走砲 M1978 国産について解説していくよ。北朝鮮兵器にしては結構知名度がある兵器だよな。このアンバランスとも言える特徴的な外観から知名度も高いし、隠れたファンも多いよね。ってことで今回は北朝鮮の十字走砲国産を解説していくよ。よろしく頼むぜ。国産は北朝鮮が開発した十字走カノン砲で、米国防総省では確認された年から M1978、西側では確認された地域から国産、北朝鮮では死体砲、チェチェポと呼ばれているよ。死体砲って、まるで死体思想の精神が形となったような自走砲なんでしょ。それでこの国産自走砲だけど、これは当時の北朝鮮で主力戦車として運用されていた T-54A の中国生産型59式戦車の車体に 170mm カノン砲を搭載したオープントップの簡易的な作りの自走砲。車体は余剰となった旧式の戦車が使用されているって言われているな。一般的にはそう言われているけど、59式戦車は70年代の中頃に輸入された当時としては比較的新しい戦車で、余剰となるってことは考えづらいから、国産用にわざわざ捻出したか新造された可能性が高いと思うよ。確かに今でも多くの59式が現役だし、言われてみれば余剰になるのは考えづらいな。あと国産の 170mm 砲も、旧ソ連もしくは北朝鮮製の沿岸砲を転用したもの、と一般的には思われているけど、ソ連には該当する沿岸砲がないどころか、口径 170mm を戦後に採用した砲というのが世界的に見てもないんだ。ってことは北朝鮮が独自に開発したってことか。これに関しては諸説あって、ドイツが戦時中に使用していた 17cm 砲がソ連を経由して北朝鮮に流れて、それがベースとなっている説や、ソ連が関西砲を元に開発した S23、180mm 重カノン砲が元になっている説などが代表的だけど、それらの砲との類似点は少なくて、ほぼ北朝鮮の独力によって開発された可能性が高いよ。北朝鮮はソ連のように火砲を重視する軍隊だから、火砲の開発には特に力を入れていたのかもな。それに加えていくつかの理由があるけど、それは後で解説するよ。一旦 170mm 砲に話を戻すけど、さっきも言った通り、170mm 砲は車体上部のレール上に配置されていて、通常時には砲は車体中央部に配置され、射撃時は砲を車体後部にスライドさせて、後部の大型のスペードを下ろした射撃状態となるよ。反動を抑えるためのスペードは自走砲では定番の装備だけど、砲をスライドさせる機構は珍しいな。170mm 砲弾は分離装薬式で、車体には砲弾を収納できるスペースはおろか操縦手以外の人員を搭載するスペースがないから、ベッドで人員や砲弾などを輸送するトラックが必須となっているよ。これはアメリカの M110 自走砲と似たような特徴だな。国産の発射速度は 170mm という大口径の影響もあって5分に1から2発程度で、最大射程は通常弾で約 40km、ロケットアシスト弾で約 50～60km で、東京駅を起点とすると、成田や上尾、八王子や横須賀が射程に収まる距離だよ。電車を使うと1時間前後かかる場所まで射程に入ってるのか。これはなかなかに広い範囲が射程に入るな。この射程は当時の韓国は愚か、東アジア地域にあるあらゆる野砲を遥かに凌駕していて、これは世界的に見ても最長級の射程だったよ。アメリカの M110A2 の最大射程は約 30km、ソ連の 2S7、ピオンの最大射程が約 47km と言われているから、これは当時実用化されていた自走砲の中では最も射程が長い自走砲だったかもな。けどここまで長射程の自走砲を作るってなるとかなりの技術力と生産、開発コストがかかると思うんだが、どうして北朝鮮はこの長射程砲を開発しようとしたんだ。それはこれが単なる自走砲ではなく、戦略兵器の側面もあるからなんだ。ただの自走砲が戦略兵器、ということだ。国産は単に、韓国軍の野砲の射程外から攻撃できる能力を手に入れるという目的だけではなく、軍事境界線からわずか 40～50km 程度しか離れていない韓国の首都ソウルへの攻撃も意識して開発されているからなんだ。ってことは国産は北朝鮮領内からソウルを攻撃できるのか。だから北朝鮮はこの自走砲を何が何でも開発したかったんだろうね。現在の弾道ミサイル並みとはいかないまでも、かなりの開発リソースが国産の開発には割かれてそうだな。国産の生産は1970年代前半から行われ、CIA の資料によると、70年代末期の時点で3個大体36両が確認されていて、その後80年代にはその数は合計72両にまで増加し、現在は軍事境界線沿いの部隊に約100両の国産が配備されていると言われているよ。このアホ長い射程の自走砲が100両もいるのか。また輸出も行われていて、
1987年頃に20両程度の国産をイランへ輸出し、現在でも一部がイラン軍で運用されているよ。へえ、意外と輸出されていたんだな。イラン、イラク戦争にも投入され、少なくとも1両がイラク軍側に露飼されたよ。イラクの国産なら画像を見たことがあるな。イラク戦争の時にアメリカに露飼されたらしいな。実は国産として有名なこの画像の自走砲は、橋を架けるための装備の架橋戦車と、さっき紹介した S23、180mm 砲を使って作ったイラク産の偽国産なんだよね。いや、国産パクられてたのかよ。国産はイラクの射程外から頑丈なコンクリート陣地を破壊できるほどの威力を持っていたから、イラン、イラク戦争時のイラク側は国産に結構苦しめられたみたいなんだよね。なるほどな、イラクはイラン、イラク戦争での経験で国産の脅威度と重要性を認識していたから、それを真似た兵器を作ろうとしたんだな。そういうこと。国産はパクられるほどに優秀な兵器だったってことだね。M1989 は M1978 国産の改良型で、車体を北朝鮮でも生産している T62 をベースとしたものに変更して、砲の形状もわずかに変化したよ。外見はさっき出てきた 2S7-203mm 自走砲に似ているな。そうなんだよね、だから結構間違われることが多いんだ。それで M1989 について詳しく見ていくけど、車体はさっきも言った通り T62、まあ厳密に言えば北朝鮮生産型の天馬号戦車を前後逆にしたものが使われていて、車体前方と中間に操縦室と砲弾の収納スペースが設けられているよ。初代の欠点であった予備弾と兵員が搭載できない点が改善されているんだな。そうそう。だから M1989 では単独での作戦行動がある程度可能となったんだよね。M1989 の生産は1980年代前半に開始され、具体的な生産数は不明なものの、M1978 と同様に軍事境界線沿いの部隊に配備され、現在ではこちらがメインで使用されているようだね。演習では結構な数が並んでたりするから、初代と同じくらいかそれ以上の数が生産されているかもな。この M1989 も輸出が行われていて、UAE、アラブ首長国連邦に極少数が輸出されたよ。やっぱり長射程自走砲ってのはどの国も欲しがるんだな。ってな感じで解説はここまで。国産、見た目はしょぼいけどその威力と射程は決してしょぼくはなかったな。現代では国産並みの榴弾砲も増えてきたし、精密攻撃が可能な誘導砲弾なんかが登場したから、相対的に国産の価値ってのは下がってはいるけど、その威力と戦略的重要度は依然として健在だから、今後しばらくは運用されるだろうね。それじゃあ今回の動画はここまで。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。今回もここまでのご視聴、ありがとうございました。